丹波篠山市、丹波篠山市は、兵庫県中東部に位置する市、丹波県民局管轄区域。2019年、令和元年5月1日より、市名が篠山市から変更された。旧丹波国として古来京都への交通の用として、栄えてきた歴史があり、街並みや祭りなど日系文化の影響を色濃く、残している。また、昭和後期から平成にかけ、 市内西部を縦貫する JR 福知山線、宝塚線の複線電化、舞鶴若狭自動車道、開通時は、舞鶴自動車道の開通により、大阪や阪神間へのアクセスは良くなっており、宝塚、伊丹へは、片道40から50分、大阪へは1時間程度といった通勤圏となっている。経済的には、県庁所在地の神戸市よりも、 舞鶴や福知山をはじめとする北近畿経済圏、さらには大阪経済圏である。東西3 0トル南北2 0トルのやや長方形で、広さは3 7 7 6 1トルで、県内第8位、兵庫県域の約4.5%を占めており、自然環境の豊かな地域である。地目別に見ると、農地4 8 8トル 宅地 8.36km、山林 207.63km となっており、四方を山に囲まれ、市の山盆地を形成し、市の中心部は盆地内に位置する。気候は盆地特有の寒暖差が顕著で冬季の寒さは比較的厳しく、夏は高温、高湿であり、いわゆる内陸性気候に属する。主な産業は農業。 観光業が中心となっているが、少子高齢化の影響により他の地域と同様に、農業の衰退が顕著であり、産業面において構造転換を迫られている。現在では観光と農業を組み合わせた観光農業、グリーンツーリズムの類や気候の寒暖差を生かした特産物の農業生産に移行しつつある。例えば、 盆地特有の寒暖差を生かしたタンパクロ大豆の生産が全国的にも有名となっている。一方で山林の多くは杉、ヒノキなどの植林となっているが、木材価格の低迷や後継者の案から主要な産業とはなっていない。また、秋から冬にかけては盆地特有の濃い霧が発生する日が多く、低い山、坂月が竹などからでも眺められる雲海は丹波霧とも呼ばれ、 名物にもなっている。兵庫県滝郡は、篠山市誕生の1999年、平成11年3月31日以前は、篠山町、今田町、丹南町、正規町の4町があった。篠山盆地を中心とする滝郡は、近世篠山藩の支配を受けていた。篠山町は、篠山藩の城下町として、近世以来、 滝群の中心として発展してきたが、この篠山町を中心とした滝群四町は、比較的まとまりを持った地域であった。1958年、昭和33年以来、6回目の合併協議が行われたが、1996年、平成8年に合併研究会が発足し、1997年、平成9年に合併協議会が結成された。 協議の結果、1999年、平成11年4月1日に、旧滝郡篠山町、今田町、丹南町、正規町の4町が合併して、市政を施行し、篠山市が誕生。兵庫県内においては、1967年、昭和42年4月1日に、加西市が誕生して、以来32年ぶりの市政施行となった。篠山市の誕生に際し、 自治体合併による人口4万以上の市政を全国で初適用、平成の大合併の先駆けとなった。しかし合併後、市内各所で20億円規模の箱物が建設され、市民一人当たりの市の借金が200万を超えるなど、市の財政は悪化、一時財政再建団体となる危険性もあったため、財政健全化を求める声が多い。 この他にも2015年、平成27年には、ユネスコの創造都市に認定された。国内では、神戸市、名古屋市、金沢市、札幌市、浜松市、鶴岡市に続く7番目に認定。クラフトフォーク部門では、金沢市に次ぐ2番目。2019年、令和元年5月1日、篠山市から丹波篠山市に市名を変更した、工術。 兵庫県内において氏名が漢字四文字なのは、これが初となった。2017年、平成29年2月7日、篠山市商工会と丹波篠山観光協会、丹波笹山の協の市内主要3団体が揃って、市長の坂井高明に氏名解消の要望書を提出した。篠山市では、市政施行以来、黒豆や栗、 牛肉などの特産品を多く抱えるノートとしての自負から官民挙げて、丹波と篠山の名をセットにして全国に売り込んできたが、2004年、平成16年に隣接する日上郡独長が合併し、丹波市が誕生すると、篠山市は丹波市の一部と思われるなど、篠山市と丹波市が混同されるようになったことや、篠山市と間違って呼ばれることもあったため、 以前から、指名解消を要望する声は上がってはいたものの、コスト面など、課題も多く見送られてきた経緯がある。だが、丹波市と混同されることで、特に丹波笹山農協は、強い危機感を持っており、上記の三団体のうち唯一、具体的に丹波篠山市への解消を要望書に盛り込んだ。なお、篠山市も、合併の際に丹波をつけるかどうか検討されたが、結局は、 丹波は広域な地名だからという理由であえて付けなかった。2019年平成31年4月1日に市政施行20周年を迎えることもあり、市名解消への機運が高まったことから2018年平成30年8月1日、堺が篠山市の氏名を丹波篠山市にすることを表明す。しかし、これらの動きに対して市民団体が 市名の賛否を問う住民投票の請求が10月5日になされたことなどを受け市長を辞職することを表明。11月18日に市長選挙及び住民投票が実施された。11月18日当日の住民投票は投票率が69.79%となり市条例が定める成立条件の50%を超えた。 賛成は一万三千六百四十六票、五五十六点パーセント、反対は一万五百十八票、四十三点五パーセントで賛成多数となった。また同日実施となった出直し市長選挙の方も、坂井が再任、四度目の当選された。これを受けて市長に返り咲いた坂井は十一月十九日の再選後初登庁の際に、丹波篠山市への指名変更を、 令和元年5月1日の改元、新言語を施行に合わせて行う方針であることを表明し、市議会に、指名変更に係る条例案を提出することを明らかにし、11月27日の市議会で賛成多数により可決され正式に決定。2019年5月1日、新言語、令和改元当日に丹波篠山市に氏名を改めた。 2019年現在、市の公式サイト URL は、従来のコディチェ1でもコディチェ2でも接続できる状態となっている。このほかコディチェ3も存在するが、こちらは、市が出資する第3セクター企業が保有している。なお市が発行する広報市の題名は、市名の変更前から丹波市の山を使用している。市の行政機関として、市中心部に、 丹波篠山市役所本庁舎を置く。他に、出先機関として、今田支所、丹南支所、上等支所、滝支所、正規支所、正規支所正規分局を置いている。丹波地方の国や、県の行政、司法機関は、隣接市の丹波市柏原町に集中しているが、兵庫県丹波教育事務所は、丹波篠山市に所在する。また、旧滝群を、 主な管轄区域とする行政、司法機関として、兵庫県笹山庁舎、篠山土地改良事務所、丹波教育事務所、篠山簡易裁判所、兵庫県警篠山警察署、柏原公共職業安定所篠山出張所が丹波篠山市に所在する。丹波篠山市を管轄する篠山区検察庁は丹波市にあり、神戸地方検察庁柏原支部、 柏し区検察庁と同居している。また、神戸地方法務局篠山市局は、2009年10月5日に廃止され、柏原支市局に統合された。2014年、平成26年5月1日現在、主要産業は、農業で、主な特産物は、丹波篠山黒豆、黒枝豆、山の芋、丹波松茸、丹波栗、丹波茶など農産物をはじめ、丹波焼き、 丹波木面など、デカンショブシは、全国的にも知名度が高く、8月のデカンショ祭りや、陶器祭り、味覚祭りを、はじめ、多くの観光イベントが年間を通じて行われ、観光業も活発。以上、愛上を順、指定金融機関、丹波笹山農業共同組合。北は丹波市及び、京都府の福知山市、東は京都府の南丹市及び、 府内郡、西は、加藤市と西脇市、南は、三田市、川辺群及び、大阪府の豊野郡にそれぞれ接しており、文化的、経済的には、丹波市または、三田市との結びつきが強い。また平成の大合併により、丹波市の山市の周辺では、福知山市、丹波市、南丹市、加藤市など多くの自治体が合併を進めてきた。その結果丹波市の山市は、 従来地理的に離れていた福知山市と接することとなった。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.37%減の43,268人であり、増減率は県下41市町村中28位、49、行政区域中36位。2014年。 平成26年5月8日に日本創生会議人口減少問題検討分科会が発表した2040年人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年平成22年比で58.7%となり消滅可能性都市の一つとされた少子高齢化や市内周焉部の過疎化により学校数は 減少傾向にある。例えば小学校では統合の動きが見られ、中学校も近年において、滝中学校と上等中学校が統合し、篠山東中学校となった経緯がある。なお、1949年、昭和24年4月から1966年、昭和41年3月まで、兵庫農科大学、現、神戸大学農学部が設置されていた。 兵庫市販学校、現、神戸大学国際人間科学部の文校が設置されていくこともある。以下の記述中の史跡、重要文化財、天然記念物は文化財保護法に基づき国が指定した史跡、重要文化財、天然記念物を指す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。